では続いてミオシャーの話をしましょうかね。昨日はですねミオシャーの家にいたんですけど、ここでね事件がありましたね。ミオシャーのですね住んでるところはすごく立派な防音室があるというか、もう本当にしっかり防音室があるのね。でスバルコードギアスちょっと時間がね家に帰れないからって言ってミオシャーのねところでねちょっとあの見させて配信させていただいたんですよ。まあその結果どうなったかっていうと、配信の終わり際にミオシャーがツイートでスバルの声が防音室貫通してきてるっていうのをつぶやいたっていう悲しい事件があったんだけど、あのドア閉めてたし、なんだったらミオシャーは別の部屋にいたのね。防音室が置いてある部屋とはまた別の部屋にいたのね。だからつまりどういうことかっていうと、あの壁を貫通しまくってるのね。防音室の壁を貫通してから別の部屋まで届いちゃってる。昨日盛り上がりすぎたっていうのは正直ある。おもろかったからコードギアスが。それでミオシャーのね言われてマジで衝撃だった一言が、うちの防音室はなんかドライヤーの音も聞こえてこないって業者の人に言われたんだけどねって。いやてことはスバルドライヤーよりうるさいってことみたいな。